皆さん、こんばんは。陸上10年やってます。中距離専門の社会人です。中学の頃から腰を高く、設置を短くと教わってきました。ずっとそれを意識して練習してきてから、地面を押すことができずにちょこちょことピッチで走ってしまう癖がついてしまう。しかしそれで楽にスピードを維持することができなくて壁にぶつかっている状態です。地面を押して進むためのいいトレーニングはありますか押して進むためのいいトレーニングは知らないです。俺もそんなに押さないんで、地面は別に押すわけじゃないので、もうちょっと、 走れるのが速い理由っていうのをちゃんと学術的にあの学んだ方がいいです。腰を高く、節長を短くなんていう二ワードで走りが速くなるんだ。せがねえんですよ。本当に。あの、そんなことでは正確な走りって一生身につかないんで。だから、10年やってもそのぐらいのワードで自分の走りを作ろうとしてるっていうことがまず間違いなので、10年も自分がその社会人、 で、その距離を走っているのに、その物理的に有効なエネルギーを調べたこともないっていうのが、多分記録が伸び悩んでる一番の理由だと思うので、あの、それはフォームだとかじゃなく、それでもし本当に腰高く、成長短くと教わってきたことが自分の成長を阻害してると思ってるんだったら、低く長くとか、低く短くとか、 高く、長くとか、いろいろ試してみれるんですよ。そんなワードで動いてきたんだったら、そのワードをちょっと変えて試してみれるんですよ。で、一番これが有効に自分の体を前方に進めることができて、しかもエネルギーの消費が少ないなと思う、そのワードに沿ってトレーニングすりゃいいと思います。そのぐらいのレベルだったら、そんなぐらいで十分変わると思うので、腰を高く、接調短くっていう、二つのすごいシンプルな、 何も表してない言葉でトレーニングをしてきたなら、そこに一味足す、もしくはこの2つのワードをちょっと変えるだけでも変化は得られると思うんで、その答えが分かんないのは、勉強したことなかったら、誰かに聞いても一生分かんないんで、本当に、あのー、言ったら科学とか物理で簡単に説明できることなんで、美容師太郎さんの体重が何キロで、で前方に例えば中距離だったらま30キロ。 ぐらいの平均のスピードで、もしくは30キロちょっと切るぐらいでもいいかもしれないけど、それぐらいのスピードで進める必要なエネルギーを地面に対してどの向きに、どのタイミングで放出するべきなのか。その時に他の腕や地面についてない逆足は何をさせるべきなのかっていうのをきちんと重さとかそういう数値をきちんと活かしてデータ化して、それをデータ化できる数式をきちんと学んで、じゃあスタートの時は 大体何キロぐらいのこの向きに対する出力が必要で、その時に実際に体の重さが軽くなってればよりいいので倒れ込みを何度にして、 もしくは腕をどの方向に振るのかとかっていうことを一回考えてみたらいいと思いますよ。かそういうことを考えずにやたら練習してても本当に伸びないんで正しいこと一生できないから感覚に頼ってると正しいかどうかも分かってないわけじゃないですか腰を高く設置を短くっていうことが僕からすると設置短くはある程度いいですけど設置短くするためにエネルギーを使ってたらどうしようもないし 設置が長くてもエネルギーを使えてれば問題ないし腰が高くても腰の高い状態でどの位置で設置するかが問題だし腰が低くても設置する場所によってはあまりエネルギーを使わずに出力することもできるので技術はどうにでもできるんですよただその時にエネルギーを有効に出力できてさらに消耗が少なくするためにはどうするべきかっていうのが 陸上の基本的な考え方でしょ高いエネルギーで前に進みながら消耗が少ないっていうのが陸上で一番いいことなんだから、そういう本当にちゃんとしたことを学ぶべきです。口だけでスポーツやらないっていうことを一度きちんと考えた方がいいですよ。じゃないと一生遊びで一生ギャンブルですよ、スポーツなんて。人生を使う価値が薄れちゃいますよ、そこに。う,んうまくいくかもわかんない方法でずっとやってるのもただのギャンブルじゃないですか、それって。厳しいこと言うようだけど、自分の時間とか、 陸上とか本当に愛情を持ってやりたいんだったら、使った時間分早くなれる方法を身につけた方がいいですよっていうことですね。じゃないとね、もったいないと思う。ボスいつも楽しく見て、ボスなの俺。ボスは松本さんじゃないの中学3年の息子が50メートル6秒3でした。早っえ、マジで本当競技は野球をして、さらにスピードを上げればどうしたらよいでしょうかだって。 技術を正しくするか、筋力を強くするかです。はい。ただ中3であんまりこう、ウェイトとかそういうのをそんなにハードにやる必要はないと思うんで、もうちょっと骨の成長とか見守ってから筋力にアクセスするのがいいと思いますけど、まあ、正しい技術を考えられる、あの、知識を育ててあげてください。あの、トレーニングして速くなったとかっていうのは、何の知識にもならないんで、いっぱい走って速くなったとか、 それはシンプルに筋力が強くなってるだけなんで、早く走るには地面に対して何をしたらいいのかっていうのをちゃんと理解できる勉強してください。重いものが何をしたら移動するのかっていう、そういうことを考えさせてあげると、走るだけじゃなくて、バットを振る、ボールを投げる、体を移動させる、いろんなことに応用の効くスポーツのベースができるんで、それがあるのとないのとだと、もし野球がうまくいかなかったとき、 もしくはな、ポジションを変えたとか、例えば足は速いけど、バッティングは全然ダメとか、そういうことがなくなってくるんで、まあ勉強嫌いだろうから多分やんないだろうけど、はい、そういうのをやった方が潰しが効くと思います。いろんな意味で。野球で成功できる確率なんて本当に100万分のいくつとかの話だと思うんで、でも足が速いってことはある程度頭賢いと思うから、早く動くための回路はあると思うんで、きちんとそれを偶然じゃない、 理解してそれができてる子にしてあげると、まずどんなスポーツやっても成功するようになると思います。小学3年男子小柄の息子が80メートル走速くなりたいって言ってたので、為末大学チャンネル見て走りをスローで撮影して一緒に確認して練習してます。竹さんなら80メートル速くなりたい子供にまず何かアドバイスしますかよろしければ教えてくださいって。小学校3年生にもうそんな80メートル速くなるみたいな個別のことは教えないです。俺は。そういうもう目先のなんか、 周りのことの企画とか、そんなこと一切気にしないです。正直。負けてもいいよって言います。早くなったら早くなったでいいけど、まずは野球だのなんだのとか、走るのが早くなるだのとか、いろんなことはあるだろうけど、そうね。まあ教えるとしたら、物理的なことを最初に教えます。俺だったらなんだろうな、まあ。メディシンボール5キロぐらいのやつと、ボーリング玉みたいな勝手重いやつと、 あと中ぐらいの2キロぐらいの砂ボールみたいなやつと野球のボール軽いボールとピンポン玉みたいな用意して同じ力で5個のボール動かしてみてって言って同じ力入れると動き方違うでしょみたいなこと言って物が動く物理、道理をまず最初に教えます。えーなんでってなるような。 運動だけ教えてそれが上達しても多分子供の財産にならないんでなんで自分がそれをすると速くなるのかっていうのがわかる頭の中の仕組みを伝授すると思います。結局どんなスポーツも自分でやっててそれができないってことは答えを知らないってことなんでどう何が起きたら速くなるのかっていうのを知らないっていう人に何かヒントをあげて全部 その、繋がる方て絶対繋がらないんで、俺がアドバイスを何か一つするっていう言葉をここで言っても、それをお子さんに言ったとしてもお子さん早くならないんで、なったとしても小遣いもらったぐらいの話なんで、100円もらったぐらいの。100円は使ったら終わりだから。だからそういうことは俺は子供には言わずに、自分で毎日その100円を作れるような、 頭の考え方を教えてあげます。だからよー、勉強しろってことですよ。例えば3年生だったら体重30キロぐらいかなわかんないけど。30キロぐらいある物体を速いスピードで80メートル移動させるには何が必要かってことをちゃんと子供なりに考えられるように簡単な言葉でそれをエネルギーの説明をしてあげると思いますね。走るってことは何が必要なのか、その物体を 動かす。その物体が移動するっていうことにはどんなエネルギーを加えるべきなのか。地面に立ってるっていうことは、立ってるっていう、地面に立ってるっていう状態はどういう状態なのか。垂直方向に重みが向いている。しかも地面からは逆に抵抗する力が生まれてる。そういうね、止まってる状態っていうのは何が起きてるのかっていうことから、でそれがう動き出す、加速し出すっていうことは何が起きてるのかっていうことを楽しい話で教えてあげます。 短距離を速くしたいです。僕は身長が高くて歩幅が広いのですが、足の回転が遅いです。アドバイス欲しいです。だって。まあ、筋力不足です。速く走るための筋力が足りないという、はい、現状だと思います。速く走るための股関節を開いた状態で重みを受け止めたり、速く あの、動くための筋力を手に入れるトレーニングをしてはいかがでしょうかおすすめはそうだな。シャドウがあんまり急付じゃない一段の幅が40センチ以上ある広めの階段で ひたすら3段飛ばしぐらいのダッシュを繰り返すっていう、それが100段ぐらいあったら最高だと思います。30歩ぐらいで登り切れる緩やかな、えー、幅の広い階段でスプリントをするっていうのをぜひね、そういう場所を見つけてやってみてください。赤坂の日枝神社の階段とか悪くないかもしれないですね。一般人ですが走り方が足の外側から着地してしまいます。 そのせいか、膝がすぐ痛くなり、どうすればよいですかだって。歩くときに、膝を外に開いたりしないこと。で膝の曲げ伸ばしを歩くときにあんまりしないこと。少し、ほんの少し曲げたまんま、膝を振り出したりとかせずに、足の向きがまっすぐのまま、一番後ろまで、こういう移動の仕方を。だから、こういうふうに歩いたりすること。膝を曲げて、こうやって振り出して歩くことを絶対しないこと。 膝の角度はある程度少し曲げたところで一点保って大きく踏み出してまっすぐ抜いてそのまんま足の向きが基本ずっと進行方向にまっすぐ向いてるっていうことを意識して今日からずっと歩いてくださいそれで多分1年ぐらいしたら治ると思います陸上の多田,田周平選手の走り方についてどう思いますか僕はかなり異端な走り方だと思いますそうかね足の後ろでの回転を極端に小さくして前で捉える で捉えたらもう終わらせるっていう動きが早い。本当に極端に後ろからの入れ替えで早いわけじゃなくて、もう前に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 でこう、うん、とりあえず前からこう加速させて足を地面にこうヒットさせることでスピードを落とさないっていう減速を減らすっていう、そういう動作なんで、すごくわかりやすい,、はい。足が後ろ流れちゃうとかいう人は多少参考にするといいんじゃないかなと思いますけど、あんな回転で足回せたら、 やっぱ年取ってくると陸上の 100m 短距離とかってやっぱり技術が高くなっちゃって回転よりもほらしっかりと足開いてピッチは少し遅くなってるんだけど進む距離が長くなって速くなってく人多いけどあの年になってもまだまだ回転でこうスピード出るっていうのは羨ましいなと思うねで最近それで後半も耐えられるようになってきてるから多田君が意外と今後伸びる可能性があるなってすごく感じてます最近の走り見ると進化してるよ 前のスピードがパーンって乗って、すぐトップスピード乗っちゃって、後半の落ち込みが早いって走りが、加速区間が結構長くなって、前傾かけて加速してんだけど、そのピッチ上げていく作業がこう、あ、ピッチやスピード上げていく作業が滑らかになってきて、後半も結構落ちなくなってきたんだよね。だから前半で力使わなくてもいい動きか、もしくはトレーニングでそんなにエネルギーを使わなくなったのかな。なんか後半垂れなくなってきたんだよね。すごい楽しみ。 ただくんが伸びて一層とかでがっちり走れるようになったら、日本のリレー結構いい感じになるんじゃないかな。まあ山形が一層としては最強だと思うけど、ただくんが10秒0ぐらいで走ってくれれば、すごい日本には武器だよね、リレーにはね。他の選手どうなんだろうな、山形、小池。 サニーブラウン、ケンブリッジ、キリュウとか、どんななんだろうな今どんな感じなんだろうなキリュウは調子良さそうだけどね。どうだろうサニーブラウンはもっと速くなってんのかな ?9 秒6とか7出してくんのかな今年。恐ろしいな。8ぐらいは出しそうだよな余裕で。ん私はイチローさんを尊敬していて、この間イチローさんについて話をされていたのが面白かったです。ぜひ、イチロー選手の走り方などだって。まあ、走り方も上手ですよ。特に全速力で走るのが上手です。ジョギングはあんまり上手じゃないけど、 スプリント、バット振ってから思いっきり走るのは、めちゃくちゃ技術が高いです。あの野球選手とは思えない。やっぱり賢いんだね。あの体の重さとかをうまく処理するから、やっぱりクイックに足も動くし。 体重が重く足にかかって、スピードの遅い区間っていうのがあんまりないから、ちゃんと足が後ろ行った足がこう戻ってくるのを待って地面を設置するから、まあ切り替えも早くなるし、足が遅れてきて前で回らないっていうことがあんまりないだろうから、きちんと足前に出て空中で間があってから地面を設置するんで、まあ早いわな、あれは。足が速くなるようなトレーニングをよくやってますわ。 足が設置した時にクックックって重さを弾き返すような運動をたくさんやっていて、まあ重さが最初かかってそれがグッと押して軽くなっていくっていう、重さの処理の仕方が上手になるようなトレーニングと、その負荷に対しての反発力が強くなるようなトレーニングをよくやったり、そういう動きをして運動を選択してるんで、当然あれ早いですよね。だジョギングはちょっと形をな、フォームをかっこよくしてる、しようと思ってるんだろうけど、 ジョギングに関してはその走り方がちょっと上手じゃないっていうか、後ろに足を残しすぎてて、前で捉えるのがちょっと真、まあ、下になっちゃってるんで、もうちょっとこう足がこう、体がこうあって、こっちが後ろでこっちが前だって足がこういうふうに、ジョギングはこういうふうに回すんだけど、全速疾走の時はこの辺で回すんだよね、ちゃんと。だから、ジョギングの時もちょっと前側で回すともうちょっといいと思うけど、でもまあ全速力で走るのがうまくできてるんだから、ジョギングは多分人に見せるような感じでやってるだろうから、 かっこいいと思ってやってるんだと思う。22歳男です。今からスポーツで竹創理論を実践すれば日本でトップクラスの選手になれますかまたスピードを上げるのと頭の中のイメージと動きが合わなくなります。これはできるまで練習するしかないのでしょうか,かスピードを上げて頭の中に目と動きが合わなくなるのは基本的には筋力不足です。 あの、そのスピードまでしか自分の体を制御できる筋力がないっていうことが、あの、多いので、スピードが高まってくると、例えば走ったらもう足が前に出てこないとか、あそれは筋力不足と、あとは技術不足です。足を、地面を、あの、進行方と逆向き、後ろの方に蹴ることでしか体が進まないと思い込んでると、 そういう状態になりやすいので、スピードが上ってきて、あとその速度で体が動いてくることに、やっぱり認知の速度が追いつかないっていうことですね。だから運動してから考えてるっていうのが多分あると思うので、でもその運動はどういうエネルギーの構成で行われると、体を操作する余地を持って同じ動作ができるかっていう準備ができるんで、その準備ができない動きでそのスピードに突入しちゃうと、やっぱり物理的な エネルギーの感性とかが働いちゃって、例えば足を自転車がさーって走ってる時に、早くこう、後ろに向かって進んでる地面に足をパーンってつくと、ポーンって持ってかれるじゃないですか。勢いついて、パーンって。自転車で走ってる時に、坂道走ってる時に、パーンって足つくと後ろに運ばれるでしょ。スピードがついてる、重いものがスピードがついてる状態で地面と設置したりすると、足って持ってかれちゃうんですよ。そしたらその重さ、十何キロある足がポーンって後ろに弾き飛ばされるんで、 それを戻してくる技術が必要だったり、それが弾き飛ばされないように地面と設置する技術が必要になってくるんだけど、そういったことが理論的に多分分かってないんですよね。だから、重さの理屈とか、物理的な理屈が一切分かってなくてスポーツをやっちゃってるから、スポーツっていうのはそういうことの理解があって初めて正しい動作を選択できるんだけど、あなたはスポーツやって体鍛えたらそれができるかもしれない。トレーニングすればできるようになるかもしれないって思ってるから、 もしかしたら今の知識でスポーツやってると一生そういうことわかんないまま苦しいトレーニングいっぱいして対して成績が伸びないっていう風になる可能性が高いです。だからそういう選手はあんまりトップクラスの選手にならないことが多いので僕のスポーツ理論を実践すればってあるけど僕がやってるトレーニングを全く同じことやったとしてもそういうことを理解してやってる僕と理解せずにやるあなただと選択する動きのエネルギーの内容が変わるんで それが変わるとスポーツって結果が変わりますから。同じことを言われてやったとしても結果は僕の方が高いってことになるんで、練習で僕の方が高いクオリティで動いたり、結果を出しやすいままずっとこうやって差がつくんで、すると勝てない。 っていうことになるんですよ、うん、だからスポーツ勝てなくてもいいんだったら別にその方法でもいいけど、あのまずはそういったエネルギーのこととかをちゃんと理解することっていうものの重さだったりとか、そういったものがなぜ動くのか、で動いたものって接触するとエネルギーがどう変化するのかとか、そういったことをもっとよく学ぶ必要があるなと思いますね。 ただ、ほとんどの人が学ばずにスポーツをやってるんで、そんなことを知らなくても、クオリティの高い努力をすれば、もしくは、クオリティの高い動きを誰かから見て学んで、ま、盗んで、体感して実践できるっていう、頭の賢いアプローチができれば、追いつくことも可能だとは思います。ただ、俺のような知識を持って、俺みたいな方法でスポーツすると、簡単だと思います。時間が短くなると。